とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、マルチプレイの時に、待ってるとかっこいい場所、それをやりたいと思います。合計でね、3つ、3箇所あります。まあ、俺とパーティーを組んだことがある人は、わかる人もいると思うんだけども、大体俺はね、その3箇所のどこかに潜んでます。それをね、今日は紹介するね。まず1つ目。ちょっとこれはね、大体マルチって、ここに集まるじゃない?学校の目の前に集まるんだけども、ちょっと離れてるから、そんなおすすめじゃないんだけども、まあ、ここはちょっとマニアの人は、おすすめかな。待ち時間マニアの人には。なかなかね、難しい場所なんだけども、ここ!ここだね。ここの、てっぺん。てっぺんです。この建物のてっぺんがおすすめ。普通に行くと、これ、行き方がわかりづらいと思うんだけども、こっからね、階段で登れるのよ。でもこの後ジャンプしても、乗れないんだよね。ジャンプでも乗れない。乗り方があって、この横の階段の手すり、ここに乗ります。階段の手すりに乗って、そこからジャンプだね。こういう感じ。手すりに乗ってます。こっからジャンプして入るんだよね。ああ、もうちょっと待って。人が多すぎてやりにくい。では仕切り直します。ここのね、これ。手すりのところに乗るのよ。で、そっからジャンプしてこっちに乗り移ります。はい。ここ、まあまあ、行ける人は行けるけど、行けない人は行けないっていう秘密の場所だね。ここで待ってて、うまいこと、パーティーでね、待ってる人が見に来てくれたら、儲けもんです。自慢できるよ。それでは、マルチで待ってるとかっこいい場所、その2。ここはね、俺よく、いるんだけども、まあ、マルチの時って、うろうろするとさ、時間がもったいなくって迷惑かけちゃうじゃない?ここだったらば、迷惑かけずにサクッといける。ここのね、プールサイドのところから行きます。で、向こうの体育館の上に飛び乗ります。で、横のビル、飛び乗りますね。で、ここです。大体俺ここにいるから。ここにいると、下でね、ぴょん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 してね、どうやって登るんだろうってこう不思議がってる人がいて、なかなかかっこいい場所です。ここおすすめ。そして最後3つ目、マルチで待ってるとかっこいい場所。ここもね、この集合場所に近くって、おすすめなんだけども、こっちです。入り方がね、若干難しいのよ。まずは、このうさぎ小屋の上。この天井に登ります。こっちからはね、登れないのよ。反対側の、こっから、トタン屋根に向かって、ちょっと走ってジャンプすると乗れます。もしくは、ここのね、金網のところに、ひょこっと乗って、ジャンプ。だね。で、こっからね、向こうの屋根に飛び乗ります。行き方が、この、うさぎ小屋の、てっぺん、のこっち側。こっち側に乗ってください。で、少し助走をする。少し助走をつけて、ジャンプ。と、乗れるんで。助走なしじゃ、乗れないので、注意してください。助走をつけて、ジャンプしましょう。で、こっから、もう一個向こうの、建物に乗ります。普通にジャンプしても乗れないので、窓の上のところに、ちょっとね、出っ張りがあるのよ。ここ、この屋根の上のところに、出っ張り。ここをめがけて、ジャンプしてみて。まあ、やっていくね。こういって、こっから、トタン、難しい。やりにくい。まあ、とりあえずこの上に乗って、てっぺんの手前から、ちょっと助走をつけて、ああジャンプ。ここはなかなかね、難しいよ。
ここに来れる人はなかなかいないかもしんない。はい。でさっきの言った通り窓の上の出っ張りの部分、そこにめがけて、あー飛びます。ここ難しいのよね。2回目の挑戦、よっしゃー。はい、こういう感じです。でここだね。ここにいると結構かっこいいよ。あれお前それどっから乗ったのみたいになるんで、ここの場所は超おすすめです。かっこいいよ。はい、では今日はですねちょっと戦闘とかお得情報とかとはちょっと別な感じになりましたけども、ここ登れるとなかなかかっこいいのでやってみてください。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。